皆さんこんにちは。店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ランさん、誠にありがたいことにですね、ご制約いただきました。で、ちょっと慶川県っていうところなんですけど、ですよね、ですよね。で、江住原市っていうところなんですけど、まあ、ちょっと距離はね、ここあるんですが、で送ってもらうとおいくらですかってことで、うちとしてもですね、早くお嫁に出さなきゃいけないっていう、別にね、あれ、まあ、もちろんいろいろあるんですけど、で登録、まあ、平日にね、もし配送させていただけるんであれば、まあ、登録がてらね、お届けに行きますんで、その場合は、その金額で車両価格の、それで貼っていいですよっていうことです。え、いいんですか？ちょっと安請け合いしちゃったかな。すいませんね。そうやってね、後から考えると、ああ、しまった。プロじゃない。プロだったら、ちょっとお待ちください。あ、おいくらですね。そうやんなきゃいけない。まあ、それは。で、どれぐらいかかりますかっていうことだったん で基本的にもうほとんど全部手入れちゃってあるじゃないですか。で、あとバッテリーと、ミッションオイルって私交換してました。そんな動画ありました？なんかあんまり最後の方にでもやってるような気もするんですけど、まあちょっと、まあ、ミッションオイルはもう一回交換、もう一回っていうか、ちょっととりあえず交換した方がいいですよね。まあ、記憶にね、まずいっすよ。それはいけないですよ。はい、でバッテリーはもう交換することはね、やっぱりね、ちょっと、はい、まずいんで、はい、でそんな感じなので、まあ、基本的にはね、うん、ただまあ、いろいろとですね、近くのお店とかをいろいろ、まあ、ランツァーを見たらしいんですけど、やっぱりここまで整備してあるのがないっていう、どこまで、ここまでってどこまでなんだっていう感じもしますけど、まあうちみたいにやってあるところはなかったっていうことみたいなんで、まあ、あと金額的なものもあると思うんですけどね、もしやってあればね、これうちも利益ほとんど食べたいっていうような気がするんですよ。うん、ね、おかしいでしょ。そんなお前おかしいだろうと思われるかもしれないですけど、なんかね、そんな感じになっちゃってるような気がするんですよね。うん、なんで怖くてね、細かくつけられない。まあ、それはちょっと余計ないいんですけど、はい、まあ、それでもね、エンジンには手入れてないんですよ。はい、もちろんほらラジエーターホースだとかやはりそういうのは買いましたけど、まあ、エンジン自体はね手入れてないんでね、まあ、別に不調だとか変な音がするとか、あと何ですかね、まあ、そういうのでもない限り、まあ、エンジンは基本的に開けなくていいのかな。下手に何かやってお金かけてね、うん、で別に何も変わらないっていうことじゃやっぱり意味ないじゃないですか。まあ、ピストンリングぐらい変えるのはね、もしかしたらいいのかもしれないんですけど、まあ、でも別にね、オイル大量に吹いてるとか、そういうわけでもないですし、あと、排気口からね、覗いたら綺麗ですもんね、ピストン。全然縦筋入ってないですもんね。すごい、すごいですよ。だから、でも、ランツァーとかそうなんですか、もう最後の方のツーストってね。昔のだとね、クレーの、なんかみんななんかこうね、抱きつきみたいなの起きてたりとか、ね、縦筋いっぱい入っちゃってたりとか、そんな、ね、普通かななんて思ったりもするんですけどね。すごい綺麗だったので、ね、全然問題ない。もしかしまあね、下手なことは言えないですけど、途中でね、1回ぐらいなんか変えてたりとかするのかなって言っても、全然変えてなくてもやっぱこんな状態なのかなとかですね、そんなこと思ったりするわけですね。まあ、とりあえずね、はい、まあ、一応キックがね、ついてる。このキック、あれと一緒ですよね、DT200RR っていうのなんかありますよね。こういうやつです。まあ、エンジンがそれがベースになってるんですよね。200cc のやつからね。まあ、とりあえずですね。あ、ここのナットね、SRX のキックのナットと一緒ですよね。多分。これ、そんな高くないんですよ、これ。確か。100円だか。うん。ね、そんな高くないんでね、もし、あれだったら、何があれなんだかわかんないですけど、変えていただくっていうのね。まあ、とりあえずちょっとエンジンをかけてみましょうよ。煙がなんかいっぱい出てるんですけど、少しじゃない、いっぱい出てる。
コックはねオフにしとるんでね、キャブとか一応開けてあれしてますけど、フロートあのバルブとかも変えてるんですけど、一応ねオフにしとくっていう、やっぱりね、はい、あ本当にこれあの昔のオートバイお乗りの方はねお分かりかと思うんですけど、自然落下式のね、場合はでキャブレターの場合はね、止めておくときはオフにしておくというのが基本なのかなと。オフにしとかなんか持っちゃうなんてそれまずいんじゃねえのっていうね、でも万が一ってことがあるんでね、はい、万が一ってね。でこれ鍵がね1個しかないんで、これはね買ってあるんですよ、ブランクをね。で非常に申し訳なかったんですが、セローはあの長いブランクがなくて、うちに短いのしかないんですよ。要はここがね、ここの桁数が短いやつ、うん、そう1234あれな、あじゃあここが長いんですよね、あのセローとかの鍵はね、新しいからですかね、奥まで入るようになってるタイプですよね。でちょっとなくてちょっと作れなかったんですけどね、まあ、これはちょっと作らせていただく。特殊な持ち手が部分が短い、はい、でもランツァーってここについてるんで、そんなにここが短くなくてもね、こうぶつけるとかそういうことですかね。でもパッドがあるからぶつけようもないと思うんですけど、うん、でこれ TT250 ってあったじゃないですか、 TT250R と TT250 レイドっていうのもこういうタイプの鍵なんですけど、もっと短いんですけど、ここの部分がもう少し短いですよね、確かあっちはね。これがもうここについてる感じだと思いますよ、この部分がここにね、うん、でやっぱりこういうで初期型は確か絵が長かったんですか、ね、でどうして短くなるかというと、ここについてるんですよね、ネックの部分に鍵が、メインキーが、でさらにハンドルロックもそこでしたっけね。だからメインキーを刺したままハンドルをこうバンって切っちゃうと、あ違うな、ハンドルロックの位置ですか、なんかぶつかるんですよね、なんかちょっとしたことでぶつかって折れちゃう。だから多分それを回避するためにここの部分をこんなちっちゃくしてるんだろうじゃないかなって私は勝手に解釈しましたけど、違いますか、どうですか。はい、まあそんなことがねあります。まあ、これを作るとね、これは後でやります。はい、そんなところでですね、はい、誠にありがたいことになんざ、もうどうしようかと思ったんですよでちょっと前に問い合わせあったんです、ちょっと前、これのちょっと前にね、あの購入いただいた方の前に、少し1週間前か2週間ぐらい前にね、あったんですけど、フレームはアルミですか、であと、排気のあれを減らすなんとかっていうのはついてますかっていうことなんかね、そういういろいろこう質問がありまして、で私フレームはあれ鉄だったかなアルミだったかなと思って、アルミじゃないよな、ダブル R じゃないもんなと思って、でやっぱり鉄なんですよ。でふとね思ったんですよ、あもしかしたらスイングアームのことをおっしゃってるんじゃないのかな、スイングアームのことじゃないのかなと思ったんですよ。ほら後期型って、ランツァの後期型ってスイングアームがアルミになってるんですよね、うんね。でカラーリングこれなんですよ、実はね、このカラーリングですよね、後期型はね、このカラーリングもしくはシルバー、単色のシルバーですよね、なんですけど、これ輸出仕様なので違うんですよね、いわゆる日本仕様のランツァーとね、輸出仕様のランツァーなのでスイングアームはヤマハって面白いんですよ、輸出仕様に限っては鉄使ったりする、ずっと鉄使ったりするんですよね。で日本仕様の場合はマイナーチェンジで、なんかわざと商品力を上げるため、商品価値を上げるためなのかどうか分かんないですけど、まあ、値上げしたいからなのか分かりませんが、ちょっと変えたりしますよね。だからなんか RZV500R でしたっけね、あれも確か日本仕様はアルミフレームかなんかなんだけども、輸出仕様の RD500 って言うんでしたっけね、それは鉄だとかなんかいろいろこうありますよね、違いますか、その辺は詳しい方が、はい、面白おかしくコメントいただくといいですよね。はい、でね、ただ一応私ね分かってることといって、これ輸出仕様です、輸出仕様で、フレームは鉄です、スイングアームも鉄です、スイングアームだから多分勘違いされてるんじゃないかと思ったんですけど、一応スイングアームも鉄です、ね、あと何でしょうね、そのなんとかっていうのはおそらくついてないと思います。トラクションコントローラーついてますよね、トラクションコントロールシステムね、それはついてると思います。
どうなんですか、間引くやつね、はい、天下を間引くやつで、そしたらね、私が探しているものとは違いますので、見送らせていただきますということでね、多分コーヒー型を探してなんじゃないですかね、うん、ちょっと違うんですよね、コーヒー型はね、うん、だからより魅力的にアルミスイングアームついてますからね。でコーヒー型のスイングアームね、何億とかに出るとね、ちょっと高めになりますよね。前ね、未使用って出てたんですよ。で私知らなかったんですよ。安かったんですよ。1万いくらで落ちてたんですよ。あれ知ってたら買ってましたよね多分。で買ってこれにつけてましたよね。バカでしょこれスイングアームコーヒー型に変えてありますんでね。それこそね、何やってんだって感じですけど、ね、はい、ね、まあそうやって、じゃあ次があるかって、ランツァーですか。いやランツァーはね、過去にね、まだ下取りじゃないや、代わりに委託販売させていただいたランツァーがあるので、基本的に今まで販売したランツァーは国内仕様の前期型の、ここが青で白いやつなんかありますよね、最初に出たランツァー、あのランツァーと、あとその近所のお客さんが会社の同僚から買い取った、それを、委託販売してほしい代わりに、はい、販売したそのシルバーのコーヒー型のね、シルバーのあとこれ、どれもこういろいろ手やっぱりなんかついね、楽しいじゃないですか、楽しくない楽しくない、はい、入れてるんですよ。もうこういう20年じゃ済まないですね、もう20何年も経ってくるバイクになってくると、いやできれば触らないで販売したいんですけど、少しでもね安く、そういう意味ですよ。でもやっぱりブレーキホースとか変えてない車両だと変えたくなっちゃいますよね。あと、まあ、フロントフォークはもう大体ね開けちゃうんで関係ないんですけど、リアショックをどうするかとかね。でリアショック、これはセイクレッドグランドさんっていうね、高いところに出してるんで本当高かったですね、これね、ちょっと高くねえと思ったんですけど、しょうがないですよね。もう、だからそれはね、もう次からは頼まない。うん。いや、なんていうか、頼まないって別に語弊があるあれなんですけど、やっぱり販売する車両としての部分に、その、リアサスだけに、その、やっぱり4、5万はかけられないっていうね。ね、安くないんですよ、全然ね。だから、やっぱりいいとこにさ、2万3万ぐらいでできたらいいですよね。だからそれぐらいのところでちょっと出すと、うん、もちろんねこだわってるところは違うと思うんですけど余計なお世話です。セイクレッドグランドさん、柏にあります。前にもね他の、BM のねなんとかオーバーホールしてほしいって言って電話あったんですよ。でそこをうちだとちょっとあれですからって言って紹介したら、あそこはいいや前ちょっと前に電話した、その前に電話、お宅の前に電話してるっつって、高いんでってええと思って。でもね有名なとこあるじゃないですか、そういうとこと同じなんですよ、こだわってだからどうしようもないですよ。でいいとこいいことだと思うんですよ、こだわるってのはいいことですよね、その代わりきっちりやりますよっていうね、やっぱりそれがねプロフェッショナルですから。ただ仕上げに使うには高すぎるっていう宣伝してるんですよ、うん、セイクレッドグランド、イタリア好きの方です、ね、店主でイタリアのなんとかっていうサスペンションメーカーと契約としてきた、イタリア語結構喋るらしいですよ、日常会話全然問題ないらしいです、向こうの人にね、現地の人になんとかはネイティブだよって言われたんですね、なんか書いてあるんですよ。でもね、何でもそうなんですけど、ちょっと癖がある。なんで私そんな話してるんですか。よほどそのリアサスが高かったことに、いまだにちょっとこう。でも何回か出してるんですよ。他にも出してます。ダカールの時も出してますから、ダカールの方が安かったんですよ。1万円ぐらい。なんでですかね。値上げしたんですかね。それともなんか違うんですかね、こっちとね。ダカールの方が大変そうな気がするんですけどね。そんなことない。ダカールは昭和の多分サスペンションです。こっちは何ですか、かやばか昭和。まあ、でも、使ってるって言ったらそれぐらいしかないですから、日本車ですからね、やっぱりね少しね、なんとなく、はい、うちもそうですか、うちはそんなに癖ないよって思うんですけど、ね、
どうですか余計なこと言ってました。こんな感じで、はい、めでたく嫁入りが決まったんでね、良かったです、はい、次はね、あんまりやんない方がいいのかもしれない VTR、 VTR はね、いっぱい出回ってるんであんまりやんない方がいいんですよね。やる必要ない、必要ないというかやらない方がいいパターンのバイクなんですけども、ね、どうしたらいいんですかね。これはほらあんまりないじゃないですか、やっぱりね、どこでも置いてあるわけじゃないんで、そうするとやっぱりいいものと悪いものの差が激しいので、ね、まあ、その VTR お金出せばね、新しいのあるんでまだね、そういうの買えますからね、まあ、ただちょっとやることやって販売させていただきたいと。でもしね、その金額で、うちの金額でいいっていう方がいていただければですね、ありがたいことです。でも新しいのよりは安いですよと思いますけどね。はい、そんな感じで、店長を目指しちゃうランツァーご制約がありました。